いらっしゃいませ。何やって？お前今メンチ切ったやろ。なんなんや。
おとなしくしとったか。無事や。あいつは一発二発撃たれたとこ。そっか。でも。ああ。長いこと、いや、今も似たようなもんか。けど、コウモリの入れ墨のことは多分。そう。辛いこと思い出させたな。少しやけど、俺は片っぽだけやが目が見えん。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。こんなん言うても、あ、そのなんや、かえって余計なこと言うたな。あ、せや、腹減ったんとちゃうかなあ。ゆうべから何も食うとらんもんな。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんな。すぐ食うもん。こなんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった、ちょ待って。
か。おい、お前。おい。金だぜ。なんなんや。どれ。どれ。せえ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おう、こうてきたで、たこ焼きや。ありがとう。少しは落ち着いたんか。うん。それでええんや。あなたはん、その片目。ああ、俺の場合は怪我っちゅうかな。そんな、もう一つの目は残っとる。別に私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなのか。でももう慣れとる。そない不自由しとらんわ。男前なんだ。目が揃っとったらな。少しは笑えるようになったか。うん、なんやお前、時計しとるんか。え、うん。見えへんのに。まあね。せやから。分かってるよ。でもね、うん、今はならない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から目が見えなくなって、時間もだから分かってるよ。そんなもの必要ないって。それを捨てちゃったら。お前、
わかるで。捨てられんかったら持っとりゃええ。持ったらきっと。いつか。ん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい。いいの、ありがとう。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。ほんと。大丈夫。ゼア、まだ言うとらんかったけどな、それが済んだらここに迎えに来させ。どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。知らん。そうか、佐賀。けどあなたはその佐賀は似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美を登場。いや、じゃあもしこのまま私を殺…大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。本当に？お前んとこの店長やろ。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。そうにしとんちゃうわ。うむ、え？なんじゃと？やって、
マジマヨ。ああ。おま。おま。なんじゃと？おま。なあ、はい、やって、なあ、そんな。新たなるプロレスの標語を。暇やな。
なあ、お、せや。なあ、何やって？ええ。
ランチョ。何やって？